いないよいないよー、バー。今日は笹に短冊をつけて七夕の歌をみんなで歌うよ。それじゃあ早速始まるよ。お星様がとっても綺麗。今日も困ってる人がいなくてよかった。あれ、コキンちゃん何してるの？あ、アンパンマン見て見て。今日はお空のお星様がとってもキラキラ綺麗なの。ほんとだ。そういえば今日は七夕だったね。七夕？うん、織姫様と彦星様が年に一回会える日だよ。へえ、そうなんだ。そして七夕の日にお空を見上げると見えるのがこの天の川なんだよ。へえ、これって天の川って言うんだ。素敵だな。七夕の日は短冊にお願い事を書いて笹に飾るとお願い事が叶うって言われてるよ。へえ、そうなんだ。コキンちゃん書きたーい。ふふふ、いいよ、ちょっと待っててね。それが笹で、これが願い事を書く短冊だよ。わーい、早速コキンちゃんお願い事書いちゃおうっと。わー、いいないいな。俺様も願い事を書きたい。ふふふ、短冊はたくさんあるからみんなで書こう。できたよ。コキンちゃんは甘いお菓子がいっぱい食べられますように。ドキンちゃんのお願いはもちろん、食パンマン様ともっともっと仲良くなれますように。僕の願いはみんなが笑顔でいられますように。ふっふっふ、俺様の願いはやっぱりアンパンマンをやっつけられますように。あ、あれ、俺様の願い事を飛んでっちゃったぞ。待って待って。よし、じゃあ願い事も書いて笹につけたし、みんなで七夕の歌でも歌おっか。うん、歌おう歌おう。俺様の書いた短冊見つからなかった。あんな願い事をなくなって当然だよ。はーい、俺様も歌うぞ。七夕様だよ。笹の葉さらさら星様キラキラ、金銀砂子。次は2番だよ。五色の短冊私が書いた。お星様キラキラ、空から見てる。わーい、みんな上手に歌えたぞ。とても楽しかったね。織姫様と彦星様もちゃんと会えてるといいな。わー、流れ星。流れ星も流れたし、きっと会えてるよね。ふふふふ。それじゃあ、みんなの願いが